んばんは、八ヶ岳南麓ユーライフチャンネルです。本日も動画をご覧くださりありがとうございます。今回ご紹介する動画は縄文目の木遺跡と北斗市郷土資料館です。目の木遺跡は北斗市に3つある国史跡の一つです。縄文時代中期の環状集落と川に通じる縄文の道、そして水辺の作業場が揃って見つかった貴重な遺跡です。目の木遺跡は公園としてよく整備されていて、外国の方々にも分かりやすい英語の案内もあります。毛野町のハイジの村の少し先 2,3 分のところにあります。撮影日は天気が良く、周りの山々も綺麗に見えていました。公園ではボランティアの方々が復元された環状集落を見ることができます。復元された住宅を見たい気持ちをぐっとこらえて、まずは大ダンス館を見ることをお勧めします。併設された外ダンス館では遺跡の解説パネルや出土品の展示を見ることができます。こちらは入場無料で利用することができます。こちらの丸印は発掘された150軒ほどの住居の跡です。500年ほどの間、人々が生活していました。住居から川に通じる縄文の道も発見されています。こちらは発掘作業中の展示のパネルです。目の木遺跡で出土した縄文土器も展示されていました。目の木遺跡の詳しい情報は説明にリンクを貼っておきます。お知りになる際の参考にしてください。縄文人が生活で使う道具も数多く出土しています。縄文時代の住居を復元する際に、アメリカの先住民族の建物を参考にしたようです。ここのすごいところは、住居を復元するのにまず石斧から作り、その道具で木材を切って加工し建てたということです。ぜひボランティアの方々のご苦労をここで学んでから住居を見学してもらいたいです。美しい山々に囲まれた目の木遺跡です。それでは住宅を見に行きましょう。今回は運よくボランティアの方々が作業をされていました。住宅に生えた雑草を抜いたり、建物を乾燥するために炉に火を焚いていました。では建物の中に入ってみましょう。煙のたなびく建物の中にいると、まるでタイムトリップしたみたいです。
天井の窓から光が注いで、中はかなり明るいです。縄文人が生活の中で使っていた道具や土器、土偶なども置かれています。こちらは別の復元住居です。住宅を復元していた時の様子を知ることのできるパネルがあります。北斗市を囲む山々を眺めながら、縄文の世界にタイムトリップしてみませんか？次にご紹介するのは、長坂町の北斗市郷土資料館です。桜のきれいな清春白樺美術館の向かい側にあります。この美術館は以前桜の綺麗な時に動画をアップしています。よろしければご覧ください。入り口を入ったらこちらでスリッパに履き替えてください。突き当たりの受付で料金を払います。こちらの資料館もたったの210円です。1階には復元された昭和初期の民家があります。中に入ってみましょう。中はかなり暗いです。入ってすぐ右側に馬屋があります。農作業で使う家畜と一緒に住んでいました。そのすぐ隣は炊事場です。その隣は囲炉裏のあるお部屋です。梁も立派です。階段は登ることができませんが、上は多分お蚕さんの部屋だと思います。そして縁側のついた居間。それでは2階の展示室へ行ってみましょう。2階の展示室は3つの森の展示室になります。まず1つ目、通史の森です。こちらは人々の生活の歴史の詰まった展示室です。こちらは縄文時代。縄文土器も展示されています。こちらの北斗市郷土資料館の詳しい情報はリンクを説明に貼っておきます。お越しになる際の参考にしてください。戦国時代の砦のジオラマ。
こちらは通信手段ののろし台の復元です。二つ目の森は地域の森です。こちらの展示室では北斗市を囲む山々のこと、そして過去に起きた自然災害のこと、地域に生息する動物や昆虫、このようなことが展示されています。北斗市を囲む山々の正確なジオラマもありました。北斗市にある数多くの湧水についても書かれています。三つ目の森は産業の森です。過去に使われていた農機具や養蚕の道具、古い長坂駅のジオラマ、馬に関係する神社なども知ることができました。見晴らしの良いテラスに出ることもできます。まずは東側のテラス、地域の森の展示室で山々の解説を見てから景色を見るとまた一味違います。まずは八ヶ岳、次は金峰山、そして茅ヶ岳、最後に富士山。こちらは八ヶ岳を表す造形物です。実際の山の高さに合わせてそれぞれの山の高さが微妙に違います。では南側のテラス、こちらからはお隣にある清春白樺美術館を見ることができます。そして南アルプス、最後は富士山です。撮影日は天気も良く、縄文人が見ていたかもしれない美しい山々を縄文住居越しに見ることができました。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみください。もしお気に召したならばチャンネル登録をよろしくお願いいたします。